おっと、エックスコピー。それでは10月22日ストスリーサード東西戦始めていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いいたします。パフパフドンドンドン、パフパフドンドンドン。ということで本日は11対11で、かつ本日沖縄からのスペシャルゲスト白黒チュンリーが来ております。白黒チュンリーが今日はいるので、富永さんとマストさんは同じチームになって、我々あれですよ、東京の取り手として我々は頑張らないといけないところですよ。わかりました。はい。まあチュンリーはどうなんですかね、はい。僕結構やりたい方なんで。なるほど。いいです。やりましょう。お、ここはセリューさんがとりあえず取って8 PA。珍しいですね。X ポッピーのテール。そうなんですよね。柴田さんは誰相手にしてもコピーなんですか。はい。X ポッピーを使うということで。はいはいはい、まあ多分他のキャラも。まあ練習しないと X コピーの意味があんまりないかなっていうね。まあむずいっすよね。限られた時間で崩さなきゃいけないっていうのもやっぱ。そうなんですよ。ありますからね。あと EX あんまり回せない感じですよね。そうですね。まあ 12SA よりむしろ EX の方が強いまであるから。あ、まあ、そんなとこありません。 EX の続きとかはかなり優秀じゃないですか、ね、シャカシャカとかね。まあツンツンとか。あとはここは柴田さんのターンになるか。ここは EX にゲージを回してなんとか立ち回りだけで倒せるか。1本取りたい。あー、しかし波動電陣が出ないか。さあ投げてからの、おー、勝利系しっかり返してね。これは投げが確定して、さあ1本ずつ取って、ゲージ状況はアクソリューさんが若干リード。これワンチャンね、投げとかで入ってこなくなるんでね。ただマスも最近竜使って電陣いけるようになったっつって、電陣波動を回すようにはなったんですけど、はい、マジあのキャラの自分からいけなさっぷりに、ほんときついですね。やっぱなんか触りに行く感じが。そう、やっぱ僕使ってるキャラって基本的に自分からいけるキャラしかやっぱ好きじゃなくて、あ、やっぱサブで使ってるの、あ、まあ、メインはゴーキじゃないですか。でサブがユンとユリアンなんですよ、うん、やっぱ両方自分からいけるじゃないですか、うんうん、やっぱきついですね。まあでも電陣竜のこのアプローチ意外と使ってみたら難しかったと。あ、おと言ってる間に柴田さんが、柴田さんの勝利。 EX だけで倒しました、ね、EX だけ。さあタルさんはアーツが XNDL、はい、あ、違う、スピーニングビート、スピーニングビート。 あ、変わった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 。マジか。柴田さんのアーツがマジか X ニードルになった。あるのかな。さあこれはなんか俺全キャラコピーだと思ったんですけど、これはあれですよね、普通のニードルの方ですよね。 X ニードル、 X ニードルですね。マジかよ。さあこっから柴田さんの置き攻めが一緒、通常だけで結構モリモリ減らしてるぞ。痛い痛い。下段からの、まあ、確かにこれ12側の攪拌が安いから、はい、エレナ側もかなり強引な2択が割と有効かもしれないですね。ですね。さあここはしっかりタルさんがしゃがみガード、体力的には5分ぐらい。そうですね。さあここですごいチェリンクスが出てるが、あーっと危ない危ない。でも分かんない、ガチャガチャスピニングビートでこれ帰ってこなくなるやつだ。さあ体力は5分ぐらい、ね、あー、昇竜拳を破る限り昇竜拳、いや手出したくなりますね。まあボタン押しちゃうよね、ああいう時ね。さあタルさんが一段取って、さあ読みが当たってなんとかしのいだけど3割4割なくなったか。さあタルさんが中間距離で、意外とやっぱ中間距離で適当なボタン振るだけで、はいはい、12があんまり前に行けないっていう、引っかかったら。そうですね、結構エレナのジャンプ攻撃強いし、あと必殺技もなんかライノフォンとか引っかかるんじゃないですか、 EX とか。 あれ追撃できるじゃないか。そうですよね。しかも前ラニフレだからガードされてもね。あ、そうなんだ、全然好きない。さあここでタルマイ連携が、さあタルマイ連携出ましたね。やばいね。さあ連携が出て、ここは滑空に中足が、中パンが当たる。じゃあ続いて、あ、ここだね。あ、こっちか、こっちだね。ねここで番長が登場。
さあでもタルさんと番長は結構やり慣れてるんで。ああそうなんですね、まあ、じゃあお互いの手癖は割と分かってる感じですね、うん、どういう戦いをするのか。僕のバインさんとやりすぎてエレラの特定の技をガードすると EX マネと前ブロッシャー癖がついてますからね。タルさんあるあるですね本当に。あれをガードすると必ずマレットが、あれちなみに EX マレットと生のマレットってはいはいタイミング一緒でしたっけ。それ全然違いますよ。全然違う。赤はどうかな。赤はあんまり意識して、赤も多分違うと思いますけど、うん、いやてか普通のは中断じゃないでしょ多分。そっか EX だけ中断でしょ多分。あマジであれだと思うんですけど、両方中断じゃなかったっけ。うわあこれは確定か。え当たってるから確定じゃないんじゃない。当たってルブレがこれ当たっててもなんか投げが確定するとかってそういうのあるだろ。今の位置微妙だと思いますけどね。今の位置微妙ですか。しかもしゃがんで当たってたように見えましたけど。マジか、 だかな運が悪いな。まあでも微妙な当たりだと逃げバックステドがバックジャンプして逃げる位置ではあるので。あいいところ当たりましたねタルさん。おだがこれは出た。うわー愛されボディ。ゲームに愛されてる。ゲームに愛されてるのは最大ですよね。しゃがみダイパンがまあ気づいたけどあんまり使いたくないね。まだゲージはね難しいね。いや、まあ、端っこ強いから後ろ投げでもいいんだけど、エレナが投げに対して強いからね、あんまり鳥かごにもしづらいしですね。まああの厳密心ルシファーもタルバインさん相手にしたらもうエレナっていうだけで本気出さないとやばいと相手だ言ってた。やっぱ結構きついと思いますよ。タルさんが相当らしいですね。あそんなレベル。おやっとタックルに反撃。これ確定ですよね。余裕で入りますね。余裕で入ります。さすがにマイナーなんだ 8以上に台足が余裕で確定するから、うん、まあ、10ぐらいあるんじゃないの。結構隙あるね。ありますあります。だけどまあブレイブダンスいくら突進力がなくてもさすがにあの距離だとうわーっとけっ。さあどうなる。お投げて。おリリさん動き鋭いですね。さあタルさんの投げが冴えるがヘブンもしっかりグラップ入れる。上からタルさん。さあ結構ヘブンがめんどくさそうにめんどくさそうにしているが縦を張って挟んでいくからのおっとマーニャップ。あれ2発目当たんないことあるのかな。あれ あれ2回当たるんだよね。あーそうエレナは当たってゲージ効率が上がるんでやった方がいいんですけど、まさかちょっとタイミングが遅いと一発のカス当たりになるとかちゃんと押さないと。いやどうなんすかね間合いの問題の。うお下のダッシュ抜けてきた。いやこれは自利品出たー出たーバイン連携。それはダメ。タルさんさあバレていましたんだ。あのヘブンさんが待っていたと。それはダメと。さあドヤ顔しております。メデンさん今気持ちいいところですね。さあ直張りになってしまってガードされちゃう。まあ強いんですけどね直張りも、うん、ガードされちゃうと、ね、やばいやばい。さあここはなんとかしのいだか。ゲージ状況的にはねかなり厳しいですね。ユリアンのゲージがないね。しかもユリアンってやっぱゲージ溜めに行くには触るしかないけど、触るとワンボロ内に弱すぎるんで、さあ手前張りいい形。ここはゲーダンが通ってデリブルからのハイジャンプで逃げて、これはめくり繋がってんのかな。確定してますね。マジか。うまいです。うまい追い打ちして。いやきついきついきつい。さあここはマレット出さなかった。もうなどっかでやるしかないです。これでもこれマレットで倒してほしい。あでもラウンドアッシュ。この後にマレットが出てくるんですよ。そっかこの後にマレットが出てくるんですよ。その後この後、じゃあバルニャンさんです。ラウンドアーチの後に、はい、でも今出てなかった。やってないのもあるな。でも高確率で出てきますよ。何パーセントぐらいでしょうかね。7割ぐらいだと思います。7割あります。タルさんのラウンドアーチを見たら落ち着いて前でそうですね見てから取れます。皆さん頑張って昆虫採集していきましょう。さあ続いて登場がバルディアンさん。さあでもこれはタルさん時報ですね。まだそろそろ頑張って止めていきたいですね。バルジャンさん多分これレイミーだとかなりきついんで。おうわ痛い痛い。おうまいうまい。
やっぱ出てたでしょ、今来てたでしょ、来てましたね、今ね、きっちり勝ってましたね、きっちり。さあラウンドアーチ、でもこれラウンドアーチを出ません、これはまさかね、当たってるよく出てくるんだ、ガーボンの時あんま出てこない。あっ本当だ本当だ本当だ、あじゃあこれあれなんだ、ラウンドアーチが当たると当たる、ユーリフレが多分でかいからと思うんだけど、はい、EX マレットがかなり飛ぶ、ガードすると出てこないけど当たると出てくる。ああなるほどね、なるほどなるほど、あ、わかりました、富永さんもそれ取り入れてていいですか。いや、取り入れなくてもいいでしょ、あなた。いや、まあ、俺もあれやりたいじゃん。おっと、今あえて変えてきました。あさあ、タルさん、ネタが実はバレちゃって、これはもう、あ、出ませんね。あとは先っちょあたりになってると届かないとか、そういうのもあるかもしれませんね。なるほど、当たった時もその距離が、まあ、次第、まあ、はい、バインさんが今4人抜いてますからね、はい、半分近くやられてます。今日はこの門番としてやはりしっかり仕事をしていきたいとタルバインさん先ほど言っておりましたんで、これもでもオロもきついってよく言いますよね。あーそうですね、これバナオがバナオはいつも切れてますもん、切れてますね、キラキーエレナに切れてますからね。あーいやーどうなんだろう、キラキー3って言わないといけない。でもなんかアーツがヒーリングじゃないところを見ると優しいのかもしれませんね。そうですね、さあ今のは当たったけどちょっと遠かったから出なかった。さあどうする、これはダッシュ投げが通ったらもうわかんねえ、じゃんけんぽんになる。お気にしっかり、あーことこれはいい当たり方。さあ21輪から球を出してって、さあ上からジャロさん、とかこれオロの方が太いんだね、回れないんだ。さあうわーと届かないが、ブレイブじゃなかったのか、そっか今ブレイブだったら届いてたよね。あー届いてましたね。あらら、さあ中盤踏み込んでゲージも最大回収しましたね。これはいい状況ですねジャロさん。さあ踏みでゲージを溜めつつ、あー危ない、こういう泥試合ですね。なんとか回避して、これはあれなのかな、うーわぶっ放してきた。多分オロの方が太いから端っこで打っても雨にはいけないっぽいですよね。そっか端だったか、そういや自分より横幅があるキャラ裏に回れるからはめれるじゃないですか、うん、きつそうしゃがみダイバー、これはジャロさんできる、ストッパーとして働いてくれました。さあ続いてあブレイブ、ブレイブにしました。これは迷って11分の4エレナとかどんだけ偏ってるんですか ね、ほぼ半分エレナですねこれね。ちなみにでも俺のサードの対戦歴です、エレナとか言って多分 2パーぐらいしか、2パーもないかもしれませんね、1パーぐらいしかないと思いますよ。えそんなないんだ、エレナいないでしょだってそんなに。そうだいないね、昔からもあんまいないか、そういないですね、 1% もないな、多分 0.2% ぐらいだと思うな。あでもそれあるな、でしょそれあるわ。普通に考えたらやっぱユンケンチェンリーとかさ、うんうん、誠とかその辺ばっかだから、関東だったらそうだよね、まあ他の場所に行けばあるけど、これはなんか異常発生してる感じですかね。最近なんか関東でも異常発生してますね。うん、キャラ対してなさすぎてなんかきつくて、この間ちょっとちゃんとキャラ対しました。ちゃんとお勉強して復習して、お勉強した、いやもう負けらんねえと本当にきついなと思ってたんですけど、まあまあきついなぐらいになりました。あそういうことまあまあになった。あでもまあちょっときついんだ気持ち、うん、あんま楽じゃないと思います。合気でやっててもね、へえ、てかもうなんかダッドリーみたいな感じ、感覚としては。なるほど、ちょっとなんか飛びが超強いからそれをさばいて、適当に触りに行くと事故りそうな感じの、てかやっぱ触られると5割減るからな。うわうまい、マニアックな戦い。ここは昇竜拳、あれも強いですよね。さあなんとコロさんがここで登場で、コロさんがワンピーがクーピー側、クーピーってあっちだよ大丈夫。じゃあクーピー側にコロさん、順番はマットさんの次、早すぎだね。コロは多分ザビさんの前かな、あまあでもそこら辺ね、さすがマスト、オーダーのマスト、しっかり力関係把握してますね。
お、さあ打っていく。ギャロさん強気です。時間はあと半分ぐらい。うわ、いやー、いってー、ラウンドアーチいって、その位置でここ勝負をかける。届かないぞ。もう一回出すか。もう一回出した。あ、これは美味しいんじゃないか。これはマジか。おー、できる。ちょっと峰打ちでヒヤヒヤしましたが、なぜドライさんですね。ドライさん、あなたの出番よ。さあ、ここで登場が、今日はこの順番、ドライさんならぬスーパードライですね、今日は。スーパードライ、はい、やばいっすね。朝日スーパードライ、何が変わってるんですかね。あの、多分ね、回しっぷりが違うんでしょうね、今日は。回しっぷりが違う、回しっぷりが違う。じゃあ、本日の東大戦の提供は朝日の提供でお送りしております。職人ありがとう、職人。まあでもこれギガス回したいだけなんだよ、これで。ヤックン、こんちゃーす。建造はね、今のところ姿見ないよ。うわ、いないよね、建造。うん、今日、建造さん今いないですね。わかんない、来るのかな。今バーサスにはいないですよ。いや、ドライさんは酔っ払ってはいないと思いますけど、いつもの挨拶が飛んでますね。はい、まあ酔っ払ってなくても酔っ払ってるようなもんですね。俺そこまでは言ってないけど。じゃあここで PA して固くなったの。でもこれほぼほぼなんか当たればもうギガスで終わる圏内だから、うん、ちょっとジャロさんちょっと減らさないと。あ、そうだね、うん、あ、これで危ないんじゃない。これで危ないね。あぶねー。さあここでスーパーゲージが、さあこれクソゲーが始まるのか。でも思ったよりね、届かないんだよね、そうやぎょう。さあ完全に圏内入りました。さあここはギガスをちらつかして違う形でダメージを取るか。さあ上が飛んでんぞと思いきや、さあ走っていっても弾が置いてあって、あ、もう1個出さなきゃダメじゃない。 OKOKOK、 いいですよ。もう一個弾を出して、さあここはバンバンバン。うわ、減らね。まあでもこれ PA してるからだろうね。なるほどなるほど。しっかり確定反撃、落ち着いてます。いやいですね。ヤギョーダーもきっちり使って、お、うまいですね。ジャンプダイパー2発当て、あれきついんじゃね、デッキからね。うわ、うまいうまい、これはきつい。スパンチがモリモリ溜まって、グッとよく見えてます。しっかり、あー、これうまい。技の振り方がうまいです、ヤギョーさん。いや、しかしゲージがあるぞ、ヒューゴーも。怖い怖い。あー、これきつい。さあ、だが画面端追い込まれてる。いや、うーわー、呼んでいた。しかもリバーサル照れてましたわね。リバーサルきっちり回してましたよ。いや、でも回すべきなんですけど。はい、いやー、偉いです。そしてジャロさんもそれを繋がらない。今度はオロダットリー、オロダットリー、まあ、これはもうお互い、だがでもダットリー側意外とやりたくないかもしれないですね、これね。そりゃそうなんじゃないかな。判明、まあ抜けれないわけじゃないんだろうけど、まあやっぱね、ハマりやすいですからね。さあどうなる。さあし、うわ、だがマットさんも変わったダットリーなんで、どこでカニが来るかわからない。うわ、運がない。さあ使っていく。さあここは追い打ちがしっかり、いいですね。まあ大攻撃できっちり。さあここは下手に触りに行かないで様子を見る、ゆっくりゆっくり。いや、オロ崩しに行くのって結構大変ですよね。はい、早いし、富永さんもそう思います。ジャンプ攻撃とかも判定クソ強いし。そうなんだよね。これはでもいいか。そう、いやー、あの2段ジャンプとね、ブロがね、ダッシュもすごい強いし、やっぱりその体力リード奪われないようにしていきたいんですよね、まずは。そう、まあでもそれ奪われたら触りに行かないといけないんだけどっていうね。特にオロは逃げ性能が高いと思います。わあ、これはハマってしまった。バン、あおっと出ないが、だからここはまあループしないですからね、あのゲージ状況でね。今のゲージ状況だったら殺しきれないっていう意味で止めたの可能性があるもあるかもしれません。さあ、うまい、アドリブ、これはうまい。これは出ればやばいぞ。始まったぞ。ピッピッ、うまい。お、抜けた。そうですね、あんな抜け方あるのか。やれよ。
だが、いやーきつい体育中足。続きまして、あ、5人抜いたのかこれで、4人か、4人あったの、うん、あったあったあった、うん、ツイッターでね、みんなリツイートしてたよ。なるほど、俺は白黒さんが来るよっつってツイッターやってるけど見てねえからな。そう、俺ツイッターやってねえけど見てるから意味がわかりませんツイッターパトロール中にね、発見したんだ。さあ、これはさっきジャロさん、A の相手のアーツ違いましたよね。確かに、ジャロさんは人で変えてヒーリングだのを見て変えたのかな。そういうこと。いや、もうこれは、あー、きちい。そういうことだったのか。やっぱ、一発火力出して殺し切りたいっていうのがあるのかもしれませんね。そうだ、相手の SA に合わせたSA の選択でしたね。まあ、オーもエレナも割と選択の余地があるキャラですからね。僕のキャラは選択の余地がありません。まあでもそうだよねそういうキャラですよね。あ、当たって、うまい。これはあと、あれは入んないか。おお、いやー、これはさあ、こっからですよね。この体力、発動するでしょう。体力リード奪われて、あ、これエレナは、いや、うまいですね。2個1個で分裂してきてるからかなり面倒くさいです。これは10割、あ、離れちゃった、これは、あっと、あ、これはやばいんじゃねえの。わ、だが、もう1回、これは入んないです。美味しかった、うーん、なんとも言えない、なんとも言えない。本当は天狗で殺し切りたかったっていうのはあると思う。だった、さあ、ここは勝負どころか。EX の山が強い。大きいに引っかかって。 EX の山がクソ強いから、うん、しゃがみ待ちされてると本当はエレナ側も結構面倒くさいんですよね。そうだね、この置き技がね、やっぱネックなんですよね。そう、さあ、ジャロさんのゲージがあって、まあ、厚貝さんもここら辺で溜まるか。だが、まあ、ヒーリング、2段、あ、うまい、うまい。あ、これは使っちゃうで10割、また貯める作業。まあ、これ難しいとこですよね。もうちょっと食らってから回復したいのか。あと勝負かけに行った。確かに殺しきれない場合は回復されちゃうから、うん、発動できないのか。普通後ろ投げた後に、そうだ、レベル1発動で、そうだ、削りに行くんでしょうけど、これ玉の方がいいんじゃないか。そうなるとダメか、どっちでもいいのか。うわー、これは厚狩さんの勝利。はい、これでまた星は、パソコンが調子悪い。なるほど、うん、じゃあここで登場が浦島さん、浦島太郎さんの登場です。太郎さんはやったことあるんですかね、エレナと。まあでもどうなんでしょうかね。いや、でもちゃんと合ってるっぽい、はい、合ってるっぽい。あー、どうだろう。お、じゃあこの通常技の噛み合わない感じがちょっと平瀬さんに匂ってますが、大丈夫でしょうか。お、基本的に割と近めのしゃがみチューパーが当たんないぐらいの間合いで、あー、うわー、これはでもエレナがめんどくさいぞ。投げて、これどうする。うわー、めくりか。これなんか賢くに聞いたんですけど、エレナが自分でフラフラしてて勝手に表か裏か分かんなくなるみたいなことを言ってましたよ。マジで。あ、オートめくりジャンプ中継。ランダムって言ってた。ランダム、本当なのかよく分かんないんですけど、はは結構きついっぽいですね。それ終わってますね、ランダムジャンプ中継って終わってんな。浦島さんは松田っちょです。浦島さんは松田っちょさんです。さあ、赤ブロっていう例を動いただけですね。赤ブロッキング。さあ、マヨランド。ゲージ状況的には浦島さんワンチャンダウン取れれば。さあ、中足に人狼が仕込んである。怖い。惜しい。今の生人台だったかな。さあ、これは痛い。入ったよ、中台。表裏は裏、しっかりガード、よう見えてるな。ナイスガード。いやー、うまい。これは痛い取られ方。飛びが入った。エレナ火力高いんですよね。あっと、クワッと投げが漏れた感じか。ただこれはちょっと、ただもうブレイブ溜まれば一発けんないですかね、これ。ですね。おー、危ねー。あー、いやー、でも
何か漏れてくるのを読んでたんでしょう。うわー、運がいい、出なかった、運がいい。これはクニさん、クニさん、どっちのチームに入りたい？クニ、ここ、クニか。じゃあクニさん、そこで、はい、白黒さんと戦いたいというクニさんがいるので、はい、リーダーの意向を無視してますけど、いいんですかね、はい、俺ら。リーダー完全に無視でしたね。我々のパワーでねじ込んでいきましたね。はい、というわけでトミニーの前にねじ込みました。はい、さあこれ最後のエレナですね、ヒラキーさん。あ、でも浦島さん、これやりづらそうだが、ガードがやっぱ硬いんでね、ヒラキー君も。そしてブレイブ選択してる。どうなんだろうこれ。うわ、昇竜はいいですね。からの、おお、お互いボタンを押しませんこれ、だから東京の平和を守るために僕ら結束したんだよ。いやいや、もう僕もね、富永さんを倒すのにはもう飽きたんでやめろよ、そこで言うの。いや、だってやめろよいつも当たりじゃんそうだね確かに俺らいつも当たるんだよな。うわー、変な読み合いになってますよ。ブロマーと何か漏れてくるか。そうだね、それをお見合いして、もう一回ボタン押すの、押さないのみたいな。その辺確かね、エレナ不自由かもしれないですね。なんか生ブレイブとか打っちゃっても空中で当たられるとすぐ怒って、そうだね、かくはんっぽくなったりするから、あれがね、かす当たりがね、ちょっともったいないんだよね。そうなんですよね。いや、てか当たり方悪いとフルコン食らうからね。そっか。うわ、これはいいですね。やるしかない、やるしかないと。剣で4割ですからね、俺だけは6割減りますからね確かに減りすぎ、やばい。あ、これはスピニングが出ない。これうわうわ、ここはちょっと最後クロスキングミスったが、体力リードキープ。わあ、これはまずいぞ。これでさあ、じゃんけんぽん。今の素直にめっちゃ素直にめくりからの投げ、当て投げが通って松田っちょさんの勝利。久々の信じてあげてよさあここでタロキチさん、タロキチチュンリーと、さあここでこっちは今度は一気に強くなりましたね。ここでチュンリーがね、頑張ると。まあでもこんな大変なところに来ちゃったけど、でもチュンリーだしタロキチさんだしみたいな。ここはなんとか抜いてくれるでしょう。うわっ、さあもうほぼ動きづらいぞ剣側は。そしてこれは剣内入ったか、もうちょっと入った。これはリーチですね、確実。うわ、早い、でも死なないんです。そしてリープ。そうですね、先週ザビさん強かったですからね。あ、そうだったんですか、はい、僕はちょっと R の部屋に出てたんで、これなかったですね。あ、そう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 。さあここは本戦かくってる。で、で、あ、八景デッドではないかな。おぉ、さあなんかここはフォアフォア陣内ダッシュかかってきなで。さあ昆虫最終モードか。いやー、ちょっと投げる方向がもったいないが、やりすぎたけど、これはもう剣はやりすぎてるぐらいがちょうどいいのか。いやー、こっからまくるんだったら、おぉ、すげー。時状況的には壊滅的な状況ですね。まずいね、まずいね。さあタロキッチさん、やっぱりチュンリーなんだよなぁと。チュンリーのキャラパワー出していけるか。さあ投げて、剣眼をね、一回痛いの入れちゃえばっていうのあるんですが、これはきつい。さあサードの歪みにはいかず、素直に置き攻め。うわ、これは引っかかった、ちょっともったいないかな。ここから崩されそう、いけるか。とりあえず EX でゲージを吐いて仕切り直し。だがここでチュアチュアし、さあアップアップしながら松田っちょしのいでるが、おお、うまい。ゲージはないが、どうする。お、投げしけが見えたけど、あー、ちょっと下がってチュアし、
噛み合った最強最強ですね。はい、チュンリーが勝ちました。あでもさあここで登場が本日のリーダー鳥さん7人目対8人目さあここは早い展開から気づけば5割なんだすごい迷彩が効いております。もう何でもありって感じですね。タロキチはメダパニにかかってる状況ですね、はい、完全に完全に混乱してますねこれは、はい、これはきついなこういう取られ方ですよね。しかもゲージがね相手いっぱいあるしね、まあ、1本吐きましたけどね、うん、吐いたけど解消してます。最強ですね。単発単発だけで倒してるね。ああうまいうまい。さあ運んで、すげえな、端から端行ったぞ。最強。あうわうまい。うわすごい停止で、でからの投げてって、そうですね、食らっちゃいけない技を食らわないように。さあこれはゲージを確かに温存していきたいですね。これはうわこれはまずいですね。これは分からんぞ、削り失礼。うわーっとスピバー出た。スピバーこれはちょっと読み負けたか、お兄さん。さあ、まあとりあえず勝ったのがでかいね、ダルキスさん今。そしてこれでもうかなりいい感じだ。そうですね、これはきつい。これで、いやこの右端のボタンが。いや、これでワンチャン。さあ、ダトリーはこれがある。あるよ。さあ、追いついた。ゲージはないが、二択が。うお。いったマジかこのキャラ3回で殺しました。マジかよ。いやこれがダッドリーです。じゃあコロさんお願いします。ちゃんとそっちまで行くから大丈夫よ。そうですね、いつも東西戦は必ず対象対象に行くっていうね。行く行く割と行きます。割と行くそうあるね、あるね、白黒さん気のせいよ。さあコロさんの、さあコロが、さあそんな心配をよそに大丈夫です、コロさんを信じてさあコロさん、さあコロさん、コロさん頑張って、コロさん圧がしかも間違えてませんかこれ。あれ何何何、三方向ってどっち、左とか右、左下が入らないと、左下。さあでもこれは森にチェックが入った瞬間にこれ入ってたら多分コロ失格になるので、いやまあでも聞きにくいっていうのはあんのかもしれないですけどね、はい、さあ分かりません。でも最近ちょっとね精密のねその配信台のレバーはねあんまり良くないらしいんだよね本当、うん、俺らいつも怒りながらやってるみたいな。でも聞くときは聞くからさ何とも言えないんだよね。あーいやーむずい、やばいやばい、まずいまずい。さあ鳥さん落ち着いてる。さあコロはちょっとレバーが効かないからあれだな、それで温まっちゃってるね。でもこれアーツがちげえんじゃねえのそもそも。あそういうこと、石さあこれであれこれいいのかな。じゃあザビさんお願いします。これあんまりやっぱ勝ちしないじゃん。いいんだって、嬉しそうだ、俺にいじられるの好きって言ったらいいんだ。夜だからその太陽の光当たってないでしょ。でもこれ俺査定が入るからこれ、ちゃんとやってないと、はい、あちゃんとやってないと、首あのプレクーペの話ですか。じゃあそうですね、あら常に首がかかってる。なるほど、それに喜んでるあいつはただのド M です。さあうまい、まあ、理想のことは大竜巻なんですけどね。さあ厳しいマストのチェックが入りながら、はいですね、副将ザビさんとりあえず1ラウンド取って、さあ2ラウンド目、まあ、ゲージ状況もまあいいですね。あうまい、よう出した。対空メッパ、さあマストのお褒めの言葉をいただいているが、危ないと、これはちょっと自分から端に行くのはけしからんですね。画面端に自分で行くなと、もうゲームが下手な人ですね。あさあこれで逃げた。さあとりあえず仕切り直して、まあ、その前の百鬼衆もちょっと危ないんで、あとで しっかりましょう。そうですね、ちょっと指導、教育的指導を入れるしかないですね。うわっ
っかり。あ、うまい。この辺はいいですね。体育。もう無理しなくていい。そうですね。はい、はい。無理をしない。だからゲージがないので。あ、ああいう時もう相手のゲージもほぼマックスだから、そういう時はもうブロられてゲージ溜まることを無視していいから、灼熱出して超有利を稼ぐとか、削れば削ってくれても別にいいし、灼熱の方がいいですかね。ああいう時は残響とかじゃなくて。さあだけど、いやこれは死ねますね。死んじゃう。ダート TC が入ってこれは運が悪い。じゃんけん。いやそういうわけじゃないと思うんですよね。その前に近づかれちゃったのがやっぱダメージだでしょうね。ザビの弱点でこの間あいつにも直接 LINE で来たんですけど、はい、歩いて前を詰めて足払いを振ったりしないのと、うん、今のもブレられて百機種とか出せるんですよ。あ、やってないんですよね。プレッシャーのかけ方に地上で歩くっていうのがちょっとない。あ、そうですね。まあ今のはいいでしょう。あ、これは空中竜巻とか。お、うまい。さあこれは分かんねえぞ。あ、これは大きい有利だと思いますね、この状況は。とりあえずゆっくり画面を押してって。うまい。あ、これは繋がらない。繋がらないのは分かったので、ブロブロブロガードガードガードですね。さあここでザビさんしっかり止めて、ナータの出番よ。いやここで山の神 YSB さんの登場です。これはやはりこの YSB さん、YSB は星で並ぶためにはあと、はい、2人倒さなきゃいけないのか。これはですね、 YSB さんを倒せば、うん、うまい。最大ですね。ちゃんとやってます。あ、これもメッパちゃんと出てる。結構ね、メッパーはちゃんと出るんですよね。そっか、これは一応その対空メッパーをしっかり、そうです、ね、減らないと思いつつも。いやいや、全然いいんです、減るんだね。いや、生だったら減りますよ、別にいいんです。うわ、これはこれはグロ入れなきゃダメですね。アシュラでいいよ。なるほど、そっか、アシュラだったらそういう余裕。あ、てかもう今の状況はもうダメですね。え、マジでギリギリ足んなかった。今、ね、なんで止まったのあれ。わかんねえ、なんでボタン弱で押したんだ。短すぎじゃね。びっくりした今。と走って、あ、でもちなみに今みたいなやつですよね。そのブロられてなんか100機を仕込むとか、そんな感じ。その辺は絶対必須ですね。まああの波動メッパとかをやりに行ってる時はしょうがないんで、うん、それ以外のところで押すボタンにはフォローしていきたいですね。そうですね、今のはちょっと小竜巻の方が良かった。お、これは大幅に合計売りですね、この状況。お、分からん。上からあ、いいです。とりあえず逃げて。あれね、手かけら後ろ向きで当たっちゃうと角反ないんで、はい、そっか。あれブロックも何もないの。ブロックから投げ入る。投げ入るんだ。あー、もったいない。もうこれね、あ、まあこれは辛いですね。ワイスミさんも冷静です。あー、バックジャンプダイパン、しょうがない。上を見ていた。さあここでワイスミさんが倒れて、超効果力なので瞬殺されてしまうぞ。さあこれはシンタ君合気戦どうなんだろう。うわ、こないだね、結構ショーにボッコボコにされてたからね。8-2 でしたっけ。そうですね、12ですね。12か。俺10対3ぐらいいくんじゃないかと思ってたんですけどね。あんま変わんないですね。そうですね。さあでもしんたくん、ここはちょっと押されてる。うまい。これ全然 OK。 なるほど。おお、この組み合わせもきついですか、ゴーキ側は。いや、どっちもどっちだと思います。まあやっぱ単純に火力と、なんていうか火力か、火力差でユンが強いんじゃねえのっていう。結局触りに来なきゃいけないから、ユン側もそこでなんか取られたりすると死にますからね、うん、そっか、言うほどきつくない。じゃあまあそこそお互い勝負になると、ゴーキ側の方も。これはガード、うわー、でもまあ当たってたわ、すげえ。確定していたのか。これででも、これでやばいです。これは出なかった。ただこれね、置き攻め2連発で読み負けたら死にます。おお、逃げらんない。いやー、今のは厳しい。いやー、難しい。おー、中足が置いてあって、
竜巻まで入れ込んで、ちょっともったいない、珍しい。じゃあこれクイクニさ ん、 なんいや違います、ボフじゃありません。現役最強はマスターで大丈夫ですよ。やっぱり、ね、せっかく沖縄から来たんだったらやっぱ強いやつ倒してさ帰らないとやっぱり面白くないじゃん。格闘家みたいな声が聞こえましたけど、気にせんだから。さあこれはさあクニさん、クニさんザビにやられてたら戦えませんよ、白黒さんに、ね、ザビさんを倒したご褒美に白黒さんと戦えるとそういうことですね。ザミさん応援してるよ。あ、終わった。バンバンバン減りますね。いやこれ減りますね。これまあぶっちゃけこれで五分ぐらいか、若干余裕、どっちなんだろうな。真空だったら合気よりって言えるんですけどね、電人はやっぱりちょっとやばいですよね。スタンチの関係でやっぱりね、生三電人で9割5分ぐらい溜まるのかな。あ、うまいですね、しゃがめにきっちり確認。まあ、本日は沖縄からお越しの白黒さんがいらっしゃいます。白黒さん勝ってるけど誰が倒すか、そういう感じ。さすがに、あ、おお、いいですね。難しげだ。残空あるからね、あれ。しかも残空でちょっと止まるから、あのタイミングでもちゃんと卓になってると思います。しっかりさあ、これザビさん、うわ、いや、これはそうですね、これ読み合いなんですよね。アシュラ選挙リバーサルとか百鬼とかもあるんで、簡単に波動電磁を埋めれない。まあ理想を言うと、コアコパコア波動電磁とか、対空で落として着地に波動電磁とか、あ、なるほど、ブロしかできない、あるじゃないですか、うんうんうん、これはやばい。やっちゃったか。おー、ここは竜巻で暴れていって、さ、強気に前に走っていく。中国じゃねえの。え、なんだったんだろうね。立ち置きをやる理由があんまりないから。さあ、これは使うか。繋がった。コアコア、しっかりガード。おー、投げづらく、あんばー、引っかかった。ザビさん首ですね。重ねにし、え、ザビさん首、ザビさん首ですね。ザビさん首になっちゃった。じゃ大将白黒、さあここで大将、沖縄の兵庫チュンリー、沖縄からの資格。さあ、クニさんは白黒さんとやりたいというふうに言ってたんで、こっちの方に無理やり入れたんですが、うまく勝つことができるか。だが白黒さん相手に、おっ、さあ大パンしか振ってねえけど、でもゲージが溜まりまくってる。一撃当たって、いいぞこれは。でん、バイバイ。さあ奥田せげん、うまい。そして着地には投げが置いてあって、基本的には竜って横押しできる技がないから、はい、マジできついんですよね。あー、これはちょっと匂ったこれで大丈夫です。おお、強欲が溜まってない状況だとやっぱちょっとチュンリーでも怖いですからね。はいはいはい、はい、あー、これは繋がんなかった。投げが2回。さあ、ここはグラップ入って、さあ、送らせて、強い、これはきっちり最大で、で、で、無理はしない。さあ、これでゲージが溜まって、もう何も食らえない。絶対絶命、何も食らえない。なんということだ。いや、まじで何かで荒らすしかないっていう、あるのか。クニさんならなんとかしてくれる。あるか。いや、もう起きねえんだこれ。うわうわ、カク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 、どうなる。なかなかボタン押さない。ああ、うん、うわ、ギリギリあと1ミリで血が当たるみたいな。寒いし、なんだこれ、足払いしか入んないからね。はい、で移動投げ。さあ、クニさん、クニさんがやられたんで、じゃあ止めに行ってらっしゃい。ワンピー側がトミニーで、ツーピー側が沖縄の白黒さんですね。副将対将対決です。はい、展開で、おお、しゃがぐらつく、しゃがみコパンから発見。あ、これはもう殺せる状況までになったからの発動か。
唐草決まってトミニーが一本先制ですね。これあ言うてもやっぱ剣の使い方とかその辺がなんだろうな、別に人対策してるつもりじゃなくてもやっぱある程度出しどころっていうのがありますからね、その辺で読み違えると結構大変なんですよね。チュンリー側は一本縦にゲージを溜めていく。トミニーはどっかの段階でぶっ放してもいいんじゃないでしょうかね。トサ今なら砲翼を使わせて死ねます。あーっと冷たい、さあ危ない、うわっとこれはワンチャンあるで、あーでも端か、次の起き手目でっていうところですね。いやーピョッタ、そういうことか。いやートミニーが勝ってしまいました。というわけで倒していきます。8-2 で、はい、誠有利だったんですけど、さあ最後マッチチュンリーですね。今日はマッチチュンリー、マッチチュンリー、さあ白黒さんの敵を取るか。いやーでもこれ誠有利なんでちょっと厳しい。そうですよね、そうですね。このカード一見チュンリーが有利に見えますよね。いやーと思うんですけど、はい、まあなんかマジな話ゴムだと思ってるんですけど、ね、ですよね。チュンリーも気が抜けないところが、チュンリー側も唐草絡むと結構スタンしちゃうので、そうですね、ちゃんと対応しないとやっぱちょっと、はい、誠に押され気味なんでですよね、はい、思ってるほど誠がもうチュンリー側もそんなに楽はできないと。今のも危なかったんですけど、そうですね、もうプロカラクサーやっぱ 1.4 がちょっと強いんで、リターンが合ってないんで、そうです、やっぱその辺りは経験なんですかね。そうですね、15年プレイヤー15年プレイヤーこれも今、はい、たくさん勝ってるんですけど、はい、まだまだ全然気が抜けないですね。捕まって一発スタンがないにしても結局いやこれ一発スタンあるんですよ。あ最近富永さん、チュンリーにもダブル吹き上げできるようになりまして、いや実はさっきやられたんですよね。あ、吹き上げなかった。あマキさん、キレてましたけど、はい、今日は、ワンピー側の勝利ですね。そうですね、はい、おめでとうございます。トミニー汚い。富永さん、勝利の一言お願いします。日頃の行い、日頃の行いがね、身を結んだよ。あ、じゃあこれキャラスター、本気だ、キャラスター相手切れてるからちょっと本気だわ。じゃあ